ゴールデンウィークどんどん予定が入っておりますもちろんゴールデンウィーク元気に営業中金箔が吹いてもはげない国産仏壇お仏壇の販売が転職なかった後期でございます 2027年、4月の27日、今日は土曜日、今ちょうど6時10分、外は雨が降っております外気は13度ぐらいの朝動画でございます、今日結構雨降りましたね、はいしかしありがたいことに、ですね今も言いましたようにです、ね、ゴールデンウィークですね、結構いい予約をたくさんいただいております、ありがとうございます。まああののこういうい形でですね、あのー まず、前半戦、4月の27日から29日はですね、お仏壇の納入が3件ございます。それとですね、仏壇の移動引越しをいただいております。で、明けて、5月のもう早くも2日3日ですね、仏壇預かり、移動処分ですね、1件ずつ、5月の2日と5月の3日入っております。ですから、まだまだですね、あの、対応ができますので、あの、私の方にお電話ください。 やっぱりあの零九六三二九のゼロ二二2二十四時間電話受付。えー、ゼロ九ゼロ七四七八一マル八六これは携帯ローですね。これ二十四時間電話で。わ、今枕元からず置いてますからですね。はい。あのやっぱりですね。 コロナが明けて、まあ、ここにも書いてますけどね、コロナが明けてですね、や皆さん動き出してらっしゃるんですね。で、やっぱり、あの、実家の処分とかいろいろあるでしょう。それとやはり、一つは、新築をされてですね、移動って、仏壇を移動してくださいっいうご依頼も非常に多いございますので、まあ、そういう形でですね、もうもちろん、あの、当店、お仏壇お困りごと解決仏壇店でございますからですね、何で言ってください。あの、あの、ゴールデンウィークもですね、バッチバッチ対応していきますので、 よろしくお願いします。それとですね。あのお仏壇のですね。わあ、これは何だろうかな？困ったなあ、ちゅうことがあったらですね。どんどん私に言ってください。あのこれはもうアドバイスというかですね。あのね、私にわからんコツがあったらはですね。あれ、また詳しく人に聞いて教えますけどですね。まあ、そういう形でですね。はいまあ、そういう形でですね。仏壇お困りごと解決仏壇店でございます。年中無休24時間電話受付。ゴールデンウィークも。も 元気に営業、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運後は、てお祈り申し上げます。